はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、そしてね、いつもこの動画を見てくださってる視聴者様、本当にありがとうございます。感謝いたします。今回の動画はほぼグレール商品の紹介になります。はい、ほぼということなので、合わせるねブーツだとか、カバンはシーンさんのものになります。ご了承ください。はい、まずね1点目ですね、こちらのワンピースになります。このワンピースは、去年買ったものになります。で、色はねベージュなんですけど、黒もありました。で、すごく気に入って何回も何回も着用していましたらね、こう毛玉がねできてしまいました。わかりますかね、結構ねこう動画で伝わるかな、この感じとかね、やっぱりそうですね、毛玉ができやすい素材なのかなって思いました。で、黒を買っとけばもうちょっとね毛玉が目立たなかったかなってちょっと後悔しております。はい、でもねすごく生地が厚いし、これ1枚で着ていたら本当にねコートいらないぐらいあったかくね着ることができております。こんな感じで生地が厚手で起毛もすごくふんわりしております。で、私身長が151センチなんですね。で、本当はねもっとねこのスカートね丈が長かったんですね。だけど私には長かったので自分でねお直しをしました。丈はこんな感じです。今さ、ロング丈って流行ってますよね。でもね、私あんまり長すぎるとね、以前この階段で登ってる時かな、裾をね踏んつけてしまったことがあって、もうとても怖い思いをしたことがあるので、それ以来ねあんまりね長い丈のスカート苦手になってしまったんですね。でもねこれぐらいだったら、ね、ちょうどいいかなって思います。なので平均身長さんの方はねお直ししないで普通に履いていただけるんじゃないかなって思います。はい、でポケットもついてるし、もうフードもついてますしね。で、ここのね真ん中のところにねタックが入っているので、ウエストがねこう絞って見えます。スタイルアップして見えますね。はい、こんな感じです。はい、では1点目のご紹介になりました。はい、続いてはね2点目の紹介です。じゃん、こちらですね。こちらはねほんと最近購入しましたね。これ上下セットアップで1000円ちょっとです。めっちゃ安いと思います。さすがグレールさんはい、でこれね色がね、ブラウンとブラックがあったのかな。残念ながらねそちらは完売しておりました。私ねどっちかっていうとね、このセットアップっていうかこのニットのねスカートがね欲しくて買いました、ね、これだけでもね着回しできますよね。とりあえず着てみますね。はい、着用してみました。はい、スカート丈はこんな感じです。はい、裏地はねついていません。ウエストはねこうゴムになってるのでこんな感じで伸びますね。で、私は少し緩い感じがします。トップスの部分も M サイズなんだけど、私には少し大きく感じますね。なので普段 L サイズ着ている方でも大丈夫なのかなと思います。ただこちらのね、この袖っていうかこの腕の部分はねこんな感じです。これぐらいもたつきがあります。襟元はねこんな感じで結構ね開きますね。なので下に着ているインナーにね気をつけないといけないですね。はい、でも着心地はすごくいいです。で、今ねこうインしてるんですけど、こんな感じでちょっとねこうふわっとさせて着るのもいいし、あとは出して全部出してみようかな。こんな感じでもいいし、全部出すとこんな感じですね。
ね、全部出すよりもやっぱり入れた方がね、もう今年らしいかなと思いますね。やっぱ着回しできるから、私はこう上下セットで着るよりも別々でね着たいなと思いました。まあ、ちょっとねシワが入っちゃってるんですけどね。でこちらコート着ますね。こちらのねキルティングコートもね、何年前だろう、2年ぐらい前かな、これもグレールで買いました。はい、コート着てみました。ほぼこれワントーンコーデですよね。全部このね色感が統一されちゃうので、やっぱバッグは柄物がいいかなって思います。ちなみにこちらのバッグはシーインさんです。でこのロングブーツもねシーインさんです。すごく履きやすいです。すごくなんかいいですね、シンプルで大人っぽいと思います。はい、こんな感じです。はい、こうね近くで見るとこんな感じです。多分これも何回かねお洗濯しているうちに、うん、毛羽立ってくるんじゃないかなって思います。着心地はすごくいいです、ね、でもこれで1000円って安いですよね。はい、次はお次はこちらです。こちらはタートルネックっていうかハイネックですね。はい、こちらもグレールさんです。こちらのね特徴はですね、このこれなんて言うんだったっけ、この指が出るところ、これこんな感じ、もうここまでこの手のね甲が隠れるようなこう裾なので、こちら購入しました。はい、じゃあこちらを合わせたねコーディネートしてみたいと思います。はい、まずね黒い方を着てみました。サイズはね L サイズを購入しました。袖がね、めちゃくちゃ長かったです。M サイズでも良かったかなーって、ちょっと失敗かなって思っております。こう、このね、こう、ほら、指の部分がね、こう、ほら、私はね、ここ、この部分がすごくね、気に入っております。車の運転することが多いので、ここ、やっぱね、この辺、手の甲とか日焼けしたら嫌だなって思うのもあったので、それからこう、ね、手があったかくなるのでね、こんな感じですね。で、親指まで隠れるね、いいなと思います。ただ少しやっぱり大きいですね。ほら、ここの袖の部分がこんなにね長すぎちゃってもたついちゃうんですよね、やっぱりね。もう少しね、手が長かったらいいなって思いました。はい、ただ本当に手があったかいです。手袋がいらない感じぐらい、それぐらいあったかいです。はい、さっき紹介したニットのスカート履いています。はい、コートを着るとね、こんな感じです。手袋をね、はめてるみたいですよね。ちょっとなんか面白いですよね。おしゃれっぽくも見えるしね。はい、こんな感じでした。はい、ではね次はこちら着用しますね。こちらの黒のねニットとちょっと似たような感じではありますが、ここのね部分がちょっと違うので、はい、そこのところちょっと見てみてください。はい、着替えてみました。でさっきとねちょっと違うのはね、この親指のところですね。さっきのところはねここまで親指のこの辺のところまでね隠れてましたよね。このニットはここに穴が開いてるだけですね。はい、こんな感じです。このねニットもさっきと同じで L サイズを頼んだんですけど、ちょっとやっぱ大きいですね。この辺もたついてしまいます。ちょっと残念でした。
M にしとけばよかったかなって失敗しました。で、襟の感じ、このね、襟の感じはこんな感じですね。がっつりね、したタートルが苦手だよっていう人には、これぐらいのハイネックはちょうどいいんじゃないでしょうか。で、ちなみにスカートはね、こちらは楽天さんのものです。こちらのキルティングスカートもすごく気に入っております。じゃあ、上着着てみますね。ジャケットはキルティングで、こう、スカートもキルティングなんですけど、そんなに、こう、中がね、シンプルなニットなので、そんなにね、ね、うるさくはないと思います。じゃーん。はい、じゃあね、カバン合わせてみました。ね、やっぱ手がね、あったかいと思います。はい、ここまでね、見てくださり本当にありがとうございます。感謝いたします。はい、今回のね、動画はほぼね、グレール商品でした。はい、いかがだったでしょうか。まあ、グレールと言いますとね、20代、30代が着るんじゃないのってね、思う方もね、まだまだいらっしゃるかと思いますけど、40代、50代、60代でもね、全然着れるお洋服たくさんあります。はい、今回紹介したお洋服、少しでもね、気になった方いましたら、概要欄の方ね、覗いてみてください。それではね、素敵な洋服を着て、ハッピーになりましょう。バイバイ。